スティカの豆だと澤部です。どうぞ。ユニバにね、来てるんですけど、ユニバのジュラシックパークご飯ですが、なんか別にジュラシックのこれ被ってるわけでもない。そうなの、なんでもない。入れないんだよね、今日ね。入れなかったな、楽しい。知らなかったよね、整理券があるなんて。そう、じゃあ早速乾杯して食べていきます。はい、デカビールやば、乾杯。ちっちゃいからあんたの顔の横に置くとすごくない？このデカさ。なんかさ、900円って書いてあって、うん、え？ちょっと高くねって思ってたら、うん、これは900円のサイズだわ。こんなだってオクトーバーフェスとかで飲むえ、そうだよね。あのビールがメインのさ、イベントとかで飲むやつだよね。そうだよね。じゃあいただきます。はい、生まれちゃう前に、あ、生まれちゃう。出して。マジでこれ邪魔どうしよう、これ抜いちゃダメ。ダメ、ほんと抜きたいよ。うちらにさ、瀬戸さんぐらいの技術があったらこれ消せんのに。消せんのにね。悔しいよ。悔しい。いただきます。うん、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 うん。でもさ、うん、夏のさ、ビアガーデンも確かにさ、うん、いいけどさ、これくらいの時期の方がビールがさ、ずっとさ、うん、ね、ぬるくなんなくていいよね。暑い夏さ、外で飲むとさ、本当に一瞬でぬるくなるもんね。本当そうよ。なんか最近すごいよく思うのは、うん、あのパラハウスで、うん、ピンクの壁の、はいはい、あそこのベランダでもっと、うん、なんか焼肉ってしたら怒られるけどなんか、うん、確かになんかご飯作ってベランダで食べたりしたらめっちゃ楽しかったなと思っちゃう。せっかくあんなさ、パラフレンジの、パラフレンジね、パラハウスのベランダさ、うん、広くて。そうなんだよ。でちゃんとさ、縦幅もあるし横幅もあるじゃん、うんうん、あったあった。てか全然さ、椅子机なんて余裕で置けたのにね、うん、うちらが唯一あのベランダでやったこととしては、うん、厚底を作って、あ、土を乾かしたぐらい、粘土ので、その粘土が一生あったの。そうそう。だからさ、やっぱルームシェアするってなるとさ、うん、どこまでその綺麗汚いを許せるかみたいなさ、戦いになってくるじゃん、うんうん、厚底とかもさ、どっちも何にも気にせずさ、そこに置けっぱにしてたっていうのがさ、いいよね、なんか、うん、特にストレス感じてなかったもんね。うん、その土があることに関して何も思ってなかった、うん、ね。だから多分引っ越すってなった時に処分したんだよ。確かに米袋に入れたわ。入れたよね、うん、ここだわ絶対、うん、ちょうど中心に、うん、あ、素晴らしい。リモートで撮ったって思われたら困るなここはジュラシックパークだから、そうそう、なんかお客さんは会員っていうことらしくて、ね、なんとか会員と、なんとか会員の誕生日をお祝いしますみたいな始まってさ、そうそう、うちらが一番苦手なやつで急に始まっちゃって、そうそう、隣でその後なんか、じゃあ皆さんせーので一緒にガーデンお願いしますわかんないから初見でさそうだよ、急に始まっちゃってわけも分からず、うん、あ、滑っちゃうね。だってあんたの顔一瞬見たら下唇噛み締めてたもん慣れてなさすぎてあんたにおすすめしたいカンドラって。え、何教えて。ペントハウスって聞いたことある？あ、見たこと、なんかあれタイトルだけ見たことあるシーズンごとに20話とか、20話とか40話とか結構見れるね。そうなの。韓国って結構学歴重視みたいなとこあるじゃん。なんとか大学に入りたいとか、うちの子をなんとか大学に入れたいみたいな、はいはいはい、なんかそういうのから始まる嫉妬とか揉め事のなんかオンパレードだよ、ずっと。で、なんかその、あのお母さんが、うん、その学校の理事長みたいのやってるから、うん、なんかうちの子になんかいい評価与えてくださいとか、テストの問題先に教えてくださいとか、なんかそういうのとかさ、そういう系なんだ。そう、ドロドロ系か。ドロドロ系、ドロドロがさ1個とか2個じゃなくて、うん、もうずっと続いてくのよ、ドロドロの連鎖。ずっと一生
好きだよね、韓国語。そう、一個犯した罪を隠すためにもう一個罪を犯すみたいな、それの無限ループみたいな感じでさ。なるほどね。めっちゃよくある描写で、うん、この花瓶とかをバッて取って投げるとか、うん、こういう机に置いてあるものをバッてやるとかの描写が多すぎて、マジで100回は見た。ふざけんじゃないわよ。でこのバンってやったこれで人を殴るとか刺すとかもあんの。怖いわ。ずっと怖いの、なんかヒーみたいな。あーでも面白そう。いやそんなことあるかの連続なんだけど、うんうん、でもそれがね逆に爽快なのよね。なるほどね。見てて見たいわ。本だけ長かったら、うん、ずっと見てられていいね。そうなの、うん、だからなんかこの間みんなで断食したんだけど、うん、3日間やったってやることないじゃん、うん、だからずっと見てた。本当に18時間ぐらい、うわもうずっと横になってこうやって、うん、であの通常の速度で見てると止まんないから2倍速で見て、あっ、なんでもないの、でも、なんでもないの、でも、なんでもないの。韓国ドラマ2倍速で見るとマジで分かんなくない？最初でも早すぎる。山道でカーチェイスとかのシーン多いのよ。あ、そんな激しいシーンあるの？そう、あの追いかけるとか、うん、車で尾行するみたいな、うんうん、でバレたってなってカーチェイスするみたいなシーンめっちゃあるんだけど、うん、それも2倍速だからありえないぐらい早いの。うわー見るんだとしたら 1.5 倍速か2倍速をおすすめします。あーでもそうかも。じゃないと終わんないよね。そう、本当終わんない。一生見終わんないね。そうそうそう。なんか私は、うん、さっき沙織さんに話したんだけど、スマイルっていう映画を見たの。あらすじ話すと、うんまあ、なんか精神科の病院の女の先生がいて、うん、そこになんか患者がさ、結構いっぱい来るわけよ、精神的な病に、うん、救急搬送で来た女の子が、うん、なんか誰かがずっと私の方を見て笑ってるみたいな、うん、この前なんか大学の教授の自殺を見ちゃってから、うん、それから見えるようになったみたいな感じで、うん、要は呪われてる自分はみたいな、うん、でも最初は信じないんだけど、うん、その子は結局自殺しちゃうのよ、うん、そっからその先生にも、うん、なんか怖い普通にさっきまで喋ってた人とかも、うん、てかなんか最初はめっちゃおもろかったんだけど、うん、なんか後半急にグダって一気につまんなくなった。いやもうホラーのプロリストじゃん。エクソシストとかが好きなのよ。エクソシストって黒いやつ、悪魔に取り憑かれて、うん、なんかブリッジしながら階段を下るやつとか。あはい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 、あれぐらいもうあの生き切ったやつじゃないと多分満足できない体になってんだ、うん、なんかさ日本じゃありえないじゃんって、うん、なんか取り憑かれる系、うん、そうだね、悪魔とかもないしね。そう、海外だと結構そういうのあって、うん、結構ガチで本当に取り憑かれちゃった人に、司祭様、うん、教会のおじさんが来て、うん、どこでお祓いするとかあるんだって、うん、え、そうなんだ、うん、日本でいう下よしこ的な感じなのかな。そうそうそう、取り憑かれちゃったところに下よしこがいてって感じ。下下よしこ調べたよね。下よしこさんにお願いするといくらかかんだろう調べたら10万ぐらいだ気がする。一件10万とかだよね。そうそう、それでさ下よしこさんに依頼してさ、うん、ついてなかった時さ、いやめっちゃはずい、うん、はずいし、え10万はってなるよね。そうなのよ。逆にめっちゃついてるって言われてもな、怖いしな。怖いよ。だって私一回友達に言ってるよ、8体ついてるって言われて怖かったもん。取ってもらって、うん、あのマッサージの子で、ね、そうそう、うん、疫病が一番怖くない？いや怖いよ。で人間今も生きてるってことでしょ、うん、生きてる人がその念を飛ばしてるか、それをなんか思ってるか妬んでるかなんかでさ、うん、それがこっちに飛んできちゃってるってめっちゃ怖いよね。怖い怖い。でもその友達が言ってたのは、うん、なんかその知り合いとかじゃなくて、疫霊が取り付けやすい場所通っちゃったりするだけでもついちゃうって言われて、場所とかあんだ。でもそんなの分かんないじゃん、疫霊がいっぱいいたとこ通ったとかさ。ごちそうさまでした。皆さんもぜひ今来てみてください。以上、パラスティカでした。